あ、まずは期待の中学2年生高梨、3年後のソチオリンピックの時には17歳。そうですよね、非常に楽しみな選手、どこまで伸ばしてくるか。高梨のジャンプ、さあ空中に待って待って、なかなか落ちてこない。最後はしゃがむようにしてランディング。今日の勝負は楽しいですね。そうですね、見ていてすごいですねこれ。男子よりもね、かなりゲート位置が10メーターほど上なんですけれども、はい、そのスピードを殺さないようにですね、飛んでくるんですけど、もう男子選手顔負けですね今日の勝負は。141メートル、伊藤有希の日本女子記録をさらに更新。これはですね、結構プレ